トルコ南部を震源とする大地震の死者がトルコと隣国シリアを合わせて7800人以上となりました。発生から48時間が経過し、現地では懸命の捜索が続いています。大地震による死者は7800人を超え、負傷者は3万5000人以上に上ります。倒壊した建物に取り残された人も多く、余震や雪などの影響で救出活動は難航しています。内戦が10年以上続くシリアでは、反体制派の拠点で被害が大きく、国際支援が届くか懸念されています。